岐阜県立田地見北高等学校は、岐阜県田地見市上野山町2丁目にある県立高等学校。地元での通称は、北高もしくは、他北。備品の鉄パイプ椅子には、田北高校とされている。1958年に創立された、全日制普通科のみを有する高等学校である。かつて定時制課程もあったが2004年度以降、入学者の募集を停止し、 2007年3月に閉過程となった。校訓は自主、自立、自学。岐阜県内ならどこでも通学可能であるが、学校の位置する場所が学区の生誕である、田嶋市であるため、通学者は主に田嶋市、時市、水波市、蟹市東部に在住しており、江那市、中津川市からの通学者は少ない。また、鴨学区からの通学者もいる。交渉は、 北という文字の中に、こを廃したものであり、交渉は、学校の理想を具現したものとされている。北の文字の上向きは向上と進歩を、高野銀は、知性と純正期逼迫,迫を、北野銅は、若き情熱と情調を、肩の小先は、つつましく、おごりを、今しめ小先中に、大いなる夢を託すとされている。効果は、近代地京介作詞、高木東六作曲である。 男子は爪襟の学生服、女子は指定セーラー服である。セーラー服の上着の両下部にポケットがついており、襟の部分と合わせて下をモチーフにデザインされている。校内の自治は生徒に委ねられている部分が多く、学業、高校生らしい身なりに支障が出なければ、校内への物品の持ち込みや制服の上から防寒具を着ることも自由である。したがって、 通学用自転車、カバン、靴等の制約も特にない。文化祭2日、体育祭1日の日程で行われる学校祭を北新祭と呼称している。北新祭は岐阜県の公立高校としては一般に公開されている数少ない学校祭であった。しかし2006年度からは生徒家族に閲覧者は限られた。学校周辺の施設として北に 臨在州南禅寺派の古刹、古慶山英法寺、東に、新元書いた地修道院が存在する。ありがとうございます。